どうも、電脳狐です。龍が如く5。今回も続きやっていきたいと思います。いやー、前回と、まあ、その一つ前の動画ぐらいを、まあ、編集してて、まあ、確信したんだけど、やっぱりあの、カムロ町ヒルズでの4人の戦闘は、勝也が悪い。4人の戦闘と、まあ、その後、勝也と大悟が撃たれてしまったのは、勝也に責任があると思うんだよな。まあ本当に意味あったのかっていう戦闘だったからね、何回も言ってるけど。だってあの4人の中で、まあ唯一ね、頭が働くというか切れるやつは、まあかっちゃんしかいないわけでさ。でもそのかっちゃんが4人で殺し合いしようぜって言ったらもう、他のさ、モンスターたちはさ、もう喧嘩したくてうずうずしてるやつらだから、もう自分の左手で右手の拳を押さえないとすぐ手が出ちゃうやつらだから、そりゃ戦闘始まるからさまあその後ね、かっちゃん自分撃たれちゃってるからさ、ちょっと強く言うのもかわいそうなんだけど、ちょっと勝也にあっこでね、なんとか自制してほしかったよね。でもう最終部のここから始めると第、4章になるのかな。まあ通常だとこれが最終章になるんだけど、まだ全然回収してませんまだ全然ね、ストーリー回収されてないので、ちょっとまあ、うん、とりあえず本編また見ていきましょうか。第4章、絆の交差点。うわー、4人のことかな。はい、そう。そこで、はい、もっと腕を開いて。いや、ようやくはるか、そうさ、来たか。医薬品なんですか、それ。せやから、明日のコンサートはうちの都合でキャンセルになったわけやないって。はるかの、はるかの前でその電話やめろ空気壊すな。たとえ明日のコンサートがキャンセルになっても、絶対近日中に東京で沢村遥のライブイベントやりますんで。ええ、はい。外でやれ、山浦さん、うん、ちょっと経営者として勉強しよう。そこは遥に聞かせんな、そんなことめっちゃ頭抱えてる山浦さんが。山浦さん、ああごめん、練習中に。また問題発生？うん。明日のイベントの衣装を頼んでた業者から、イベントキャンセルするんやったら衣装を提携してたブランドへ違約金払えて、ま、人の足元ばっかり見て、東京の業者はむちゃくちゃやわ。確かに厳しい状況ですね。明日のイベントの契約をまとめていたのはパク社長だったわけですからね。まあそうだよね。そのパク社長が亡くなったのをいいことに吹っかけてくる業者もいるでしょう。ただでさえイベンターからの一方的なキャンセルで、こっちはあたふたしてるっちゅうのに。しかも理由が大阪芸能の方が条件がええからって。そんな理屈ありえへんやろ。ああ、魔王インクの。でも山浦、社長が言ってたよね。このままでは遥もかわいそうです。延期になったって。近いうちに東京でイベントをするにしても、舞台の構成や場所が決まってないことには練習にも身が入らないでしょう。大丈夫です。私、それより一つ気になってることが。何？いやー、クリスティーナがどんどん。社長が生前この手紙を、なんか参加してくるな。別れた旦那さんと明日のコンサート終了後に会う約束をしていたみたいなんです。20年ぶりの再会ですか。社長もロマンティックだったんですね。多分社長にとってドームでのコンサートは一つの区切りみたいなものだったんだと思うんです。私、区切り。はい。社長は20年前ドームの舞台にあと少しで立てるというところで、その夢を諦めなきゃならなかった。いや、なんか遥かも久しぶりだな。それからもずっとパクさんは社長になってからもその夢を見続けたんだと思います。私のドームでのイベントはその夢に区切りをつけるためにやろうとしてたんじゃないかって思うんです。つまり社長は
心の中ではまだアイドルを引退できてへんかったっていうことか。芸能の世界に生きる人間は皆そういうものなのよ。それまで人から注目されていた自分がある日突然見向きもされなくなっていく。そして次第に仕事は減り、誰知ることなく孤独の中業界から去って、いやー厳しい世界だよね。自分の家にピリオドを打てるのは自分だけ。それがこの世界の残酷なところ。知名度っていうのは怖いもんだよね。だから私どこまでできるかわかんないですけど、社長が天国で後悔することがないようにしっかり歌って社長に引退させてあげたいんです。はるか、だから山浦さん、明日じゃなくても明後日でも1年後でもいいから、日本ドームでコンサートできるまで一緒に頑張ってもらえませんか。私もっともっと練習して、その時まで舞台に立っていられるよう頑張りますから。そんなことあんたに言われんでも分かってるわ。山浦、私かて社長の夢ちゃんと引き継いでるんやからね。あんたが引退しよう思ても絶対にドームコンサートやるまでは引退させへんねん。いや本当に夢っていうワードがたくさん出てくるようになったね、はい、よし、ほんなら練習戻って。私は今からイベント関連の業者んとこ回って、なんとか次のイベントできるように交渉してくるから。頑張れ山浦。ダイナチア山浦さんしかいないからな。このスタジオ、おいお前ら何しに来た。ちょっと前やめなよ、そういうこと言うの。何しに来やがった。よー、お邪魔します。中井さん、ヒサロモンスター中井、初めて言ったヒサロモンスターってここに来て。ちょっとあんたらこの後に及んで何の用や。ええ加減にしや。あんたらのせいで私らどんな思いしたか分かってんの。嫌がらせしに来るんやったら今すぐ帰って。怖いわ。そんな怒らんでもええやんか。今日はせっかくええ話持ってきたっちゅうのに。なんや今さら適当なこと言わんといて。適当なんかちゃう。こっちは社長が命がけで仕掛けたプランを伝えに来たんや。あーかっちゃんか。ちゃんと話くらい聞いてくれや山浦。これはいい話なのか。なんはよいいや。明日予定しとった T セットの日本ドームでのメジャーデビューイベントは中止する。え、なんで。そん代わりあさって一日延期して別のイベントをドームで開催する。ほう、別のイベント。せや、プリンセスリーグ2012で準優勝した T セット、それに優勝した沢村遥による特別ユニットドリームラインのデビューイベントや。ドリームライン、ダサいな。特別ユニット。ダサみたいな顔してな、はるか。ドリームラインって何それ。要はうちの勝谷社長がパク社長もいなくなってかわいそうなダイナチアさんと組んであげて、はるかと私たち T セットを一緒にまとめて売り出してあげようって話。お前らいらないけどな。本当ですか。足手まといになるもん。本当よ。まあ私たちは明日 T セット単独でイベント開催しても何にも問題なかったんだよね。いらないけどな。社長も中井さんもはるかとユニット組んだ方が話題になるって言うからさ。いらないんだけど。すごい、お前ら炎上するもん絶対いつか、うん、実現できたらすごいと思うね。まあいい、性格悪いアイドルって、うん、まあすごいんじゃん。絶対いつかすっぱ抜かれるもん。やだよ。どういうことな。この話はプリンセスリーグの開幕前からお宅のパク社長とうちの社長の間で決まっとったことだって。本当に。でまあ俺もおとついの夜社長から聞かされたばっかりなんやけどな。ヒサロモンスター、プリンセスリーグの前から。俺も最初は勝谷班が思いつきで言うとるんやとばっかり思っとったけど、どうもほんまらしいわ。現年大手レコード会社ともパク・カツヤの両名で契約済み、デビュー曲もきっちり出来上がっとる。いやすごいな戦略が。どないなってんのよ。この子らの管理してる私やあんたがコンサート直前まで何も聞かされてへんなんてことある。まあな。せやけどもう今となっては確かめようがない。
お宅のパクさんは亡くなってしもた。それにうちの社長は。ああ、かっちゃんはどうなんだ。どないした、なんかあったん。亡くなったのか。ちょっとした事故に巻き込まれてな。今東都大医学部で緊急の手術を受けてる。いやあれ生きてるのかな。勝也さんが。ただ一つ言えるんは、パクさんも勝也社長も本気やったってことや。こうなったらうちらに今できることは、二人を信じてこのイベントを成功させることだけ。そうは思わんか。山浦、一つだけ条件がある。なや。イベントの仕切りはそっちに任せる。せやけど、その新曲の振り、そしてコーラスは私とクリスティーナに担当させてほしい。ああ、山浦さんってそういえばなんか歌の先生だったよね、そもそも。コーラスね。それでええんやったらこの話乗るけど。ああ。大阪でナンバーワンの腕持ったあんたら二人以外、一日でこの曲を形にさせられる人間はおらんやろしな。あ、山浦さんもすごいんだ。逆にこっちからお願いしたいくらいやわ。それじゃあ中井さん。ああ、交渉成立や。はるかがリーダーだぞ、当たり前だけど。はるかが真ん中な。おい、汚ねえ手で触んな、はるかに。プリンセスリーグナンバーワンとツーの実力、東京のお客さんに見せつけよね。やだよ、はい、やだよって言ってるよ、顔が。ほら、もう目笑ってないもん。ちょっともう、はい、今度はどちらさん。またややこしいの来たわ。すいません、こちらに沢村はるかさんって方、いらっしゃいますか。あ、うん、いますけど。あ、4代目のご用件は。伝言頼まれてたよね。実は私、桐生一馬さんから伝言をことづかってきたんですが。え、今から少しお時間いただけますか。いや、よく場所わかったね、ババちゃん。ここではちょっと話しにくいな。沢村さん、できれば少し静かな場所で話がしたいんだ。明らかにやべえやつだけどな。近くの第三公園、わかるか。大丈夫か、はい、俺そこで待ってるから、後で来てもらえないかな。わかりました。よかった、じゃあまた後で。山浦さん、こういうところで止めないと。じゃあ、はるか、うん、あんた行くつもりな。はい。はいって、あいつ知ってる人な。伝言がどうの言うてたけど。いえ、知らない人です。ほんならなんで、どう考えても怪しいやろ。しかもこれから忙しなるっちゅう時に。でもおじさんの、いや大切な人からの伝言だって。ん、え、なになに、伝言って彼氏からなの。お前ら黙っとけ。 そんなんじゃ黙って練習しとけ。うっそ、じゃあどういう人なのよ。友達分な。それはちょっとあんまり詳しくは。俺の T セットへの嫌悪感が止まんないわ。ちょっと、あんたら止まらねえわ。皆さん、お願いです、私に少しだけ時間をくれませんか。山浦さんの心配もわかりますし、本番まで時間がないこともわかっています。でもあるか。私はいいよね、まあいい。私も賛成。どうせこれから本番まで寝る暇もないぐらいレッスン漬けになるんだし、今のうちにやりたいことやっとけば。でももちろん、自分はアイドルだってこと忘れないでよ。あずささん、まいさん。いや、その言葉お前らに返してえわ。気ぃつけるんやで、はるか。夢はもうすぐそこにあるんやから。はい、ありがとうございます、皆さん。いやー、なんか T セットと仲良くやることになっちゃったな。まあでもこれが、あ、主人公がはるかの時に、あ、蒼天堀行けるようになったんだね。
そっか、まあ俺としてはちょっとな、ナンバーワンの、うん、はるか以外と、てか T セットと一緒に組むのは、まあちょっと嫌なんだけど、だってはるかに土下座させた女たちだよ、あいつらは。まあ中井さんはいいとしてもちょっと嫌だな、T セットは。まあでもこれが、社長とね、うん、勝也の、まあ戦略だったってことなんだら、なんだら、噛んじゃったな、受け入れようかな。でここだね、第3公演。じゃあババちゃんに会いに行く。あ、なんかここにも出てるね、サブストーリーか。まあどうしよう、とりあえずババちゃんとこ行ってみるか。あーでもなんか急に主人公切り替わっちゃう可能性があるからな、ちょっとサブストーリーとかなんか、あー回復とかも大丈夫か。ちょっとあのサブストーリーだけやってこようかな。まあ面白かったら、あ、動画内でやろうかな。よし、じゃあサブストーリー、うん、回収してきたので向かおうかな。まあなんかね、入院している堀江くんに、堀江くんが好きなアイドルの、サインをもらいに行って渡すっていうサブストーリーで、まあちょっとね、堀江くんの名前出たから実況はしてたんだけど、入院してる堀江くんが出てこなかったので、まぁ、あ、ちょっといいかなっていうことでカットしたね。多分カットしてる堀江くん出てきたらな、絶対やったんだけどな。ちょっとまぁ今は本編ちょっと集中してみたいってことでやってこうかな、ね、さっきは忙しそうな時にお邪魔しちゃって。いえ、それでおじさん、いや桐生さんからの伝言って。あ、そうだよね、その話をしないとね。まあ伝言は一言なんだけどな、ババちゃん何話すんだろう。実は昨日の夜、俺と桐生さん一緒に大阪芸能の社長さんのインタビューを見ていてね、君のドームでのコンサートがキャンセルになったことを知ったんだよ。神室町に来ているのは知ってるんだっけ。桐生さん、昨日の夜はちょっと忙しくてね、君に会いに行く時間がないから俺に伝言を頼むって。それでおじさんはなんて。諦めるな、そう君に伝えてくれって。諦めるな、言葉が足りんなおじさん短い伝言だよね。でも本当は桐生さん、もっともっと君に伝えたいことがあったんだと思う。だけど時間がなかったから、一番伝えたい言葉だけを選んで俺に伝言を頼んだんじゃないかな。諦めるなかいい言葉だよね。俺は桐生さんと君との関係はよく知らないんだけど、きっと桐生さんは君のことずっと応援してるんだろうね。はい、ずっと、もうずっとずっと応援してくれてます。いやー、龍が如く5では一回も会ってないもんね。だけどよかった、桐生さんの願いは通じたのかもしれない。間接的にしかコンサートはできなくなっちゃったけど、うん、見てないもんね。さっきの様子だと何かいいことがあったみたいじゃない。何かあったの。はい、実はあさってドームで T セットの2人と一緒にコンサートができることになったんです。え、ドームで。よくわからないけど、うちの事務所の社長と大阪芸能の勝也社長が私たちに内緒で計画していたコンサートみたいなんです。だから私本当に嬉しくって。そうか。あ、そういえばさっきおじさんと一緒にテレビ見てたって言ってましたけど、福岡からわざわざ伝言伝えに来てくれたんですか。あー、やっぱ知らないよね、はるかは。いや、それは福岡にいると思ってるよね。もうおじさん相変わらず人使い荒いんだな。そんなことするなら電話してくれればいいのにね。え、そう思いません？なんかババちゃんの様子がおかしいな。あのはるかちゃん、実は桐生さんは今神室町に来ている。え、ちょっと前の職場のトラブルがあったらしくてね、短い出張みたいなもんだ。そ
そうだったんですか。今は出かけてるけど、すぐそこのビル、ニューセレナって店が入ってるビルに滞在して。いやそんなん言ったら会いに行っちゃうよ。はるか、はるかちゃん、さっき桐生さんからの伝言を伝えたばっかりなんだけどさ、そのコンサートどうしてもやらないとダメなのかな。え、どうしてそんなこと。これは俺の勘なんだけど、そのコンサート裏に何かありそうな気がするんだ。何かって何ですか。わからない。でもさ、そのコンサートって急に決まった話なんだよね。だったらなおさらおかしいって。日本ドームでのイベントなんかそんなに簡単に組めるもんじゃないし、絶対なんかあると思わない。まあでも元から、まあ、それはそうですけど、そういう計画だったんじゃないの。それにさ、実は今桐生さん大変な時なんだよ。親友だった人が事故で危篤になってるみたいでね。え、誰ですか。それは俺も知らない。でも落ち込みっぷりは。あ、ババちゃんってどういう。このままだとやけを起こして何かをしてしまう可能性すらあると。今立ち位置なんだっけ。あんなに強い桐生さんでさえ大事な人を失った時は心が弱くなるんだ。そんな時もしそばに君がいてあげたら、きっと桐生さんにとってそれ以上の心の救いはないと思う。どうだろう。君はまだ若い。それに今ここで焦ってコンサートしなくても、またいつの日かちゃんと実力でドームの舞台に立てる時が来るはずだ。かっちゃんが病院だから、彼のそばにいてやってもらえないか。ババちゃんは黒沢から直に直接指示が来てるのかな。私は桐生さんのそばにはいられません。味方でいいんだよね、ババちゃんは。ちゃん、おじさんは優しい人だから、友達がそんなことになってすごく辛いんだと思います。でもきっと今私が戻っちゃったら、おじさんも私ももっと大事なものを失ってしまう気がするんです。大事なもの。ええ、うまく言葉に。いやー、やっぱはるかは強えな。自分が信じていたものが壊れてしまうっていうか、その私おじさんを信じています。だから私はおじさんが苦しんで苦しんで送り出してくれた道を進みます。ありがとうございました、おじさんの伝言伝えてくれて。いや、それじゃあ私戻ります。ちゃんとレッスンしないといけないんで。はるかちゃん、最後に一つ、まあ、ババちゃんは単純にちょっとコンサートが危ないからやめてって言ってるのかな。最後まで俺が桐生さんとどんな関係なのか、それに名前すら聞かなかったけど、まあそれだったら俺を信用することができた。いいんだけどね。だってそれはお兄さん、おじさんの友達だと思えたから。俺が。はい、私わかるんです。桐生さんが好きな人ってみんななんとなく似てる人が多いから。似てるか。少なくとも私にはお兄さんが悪い人だとは思えませんでした。それじゃあ答えになってませんか。いや、ありがとう。大丈夫だよ。それじゃあ失礼します。まあでもはるかが大丈夫って言うなら、ババちゃんは敵ではないよね。単純にちょっとコンサートが危なそうだからやめた方がいいって言ってくれたのかな。まあでもこんなやつと二人でブランコ乗ってたらほんとすっぱ抜かれるよ。やっぱり俺はまだダメダメだね。沢村はるかに黒い影みたいな。大丈夫か。今注目の的なんだからね、はるかは。よし、レッスン場に戻ろう。あー、これでそうか、もう終わりか。あ、またサブストーリー出てるな。一応やっておくか。こう、はるかに限ってはちょっともう操作できないかもしんないんだよな。
まあ次があるなら、まあ4人はね多分交代できそうなんだけど、はるかできるのかな。一応サブストーリー、見ておこうかな。まあまた同じようにちょっと面白かったら動画内で、うわなんか多分ダンスバトルかなこれ。まあ一応ちょっとやっておこう。はい、というわけでまあサブストーリーは山浦さんに関することだったんだけど、結局ダンスバトルだったので、まあ今回ははいカットしてメイン進めていきたいと思います。で、はるかのねサブストーリーが全部終わったので、この情熱のイヤリング景品ちょっと受け取りに来たね。熱い劇が込められている。これを身につけていればダンスで闘志が失われにくくなる。あ、まあ、はるかにとってはいいアイテムか。一応つけておこうかな。まあはるかの防具は別に何でもいいんだけど、これとこれが効果かぶってるんで、そうだな、情熱のイヤリングつけて、うん、こうやっていこう。いやー、このねパク社長からもらったてか買ってもらったこのセンスゼロのヒョウ柄のコートとヒョウ柄のミニスカート、あと謎にここだけキャミル色のロングブーツね。これも結局もうずっと持ってんな。たこ焼き16個もな、謎にずっと持ってるからね。いやーなんか懐かしいな。本当にプレイ自体も久しぶりだし、はるかで操作するのは、いやーなんかパク社長のことを思い出すな、堀江くんとかね。じゃあそうだね、サブストーリーももちろん終わってるので事務所に帰ろうかな。特にやり残したことなさそうなんで、まあこれではるかがもしも操作できなくてもまあよしとしようかな。じゃあちょっと山田さんが待つ、まああの性格悪い T セットもT セットもいちゃうんだけど、事務所というか練習場か、帰ろうかな。いやーまた思い出話になっちゃうんだけどさ、龍が如くゼロで真島さんと佐川が最後の方に潜伏してたのって多分このビルなんだよね。多分ここだったんだよな。で、隣に今のレッスン場があるんだけど、ここで真島さんが最後ね若かりし頃にいたんだよね。ここで狂犬になったんだよな。いやー懐かしいな。龍が如くゼロはねほんと面白いんで、ぜひやってもらいたいね。ほんとなんかカムロチョ来てからずっとおじいちゃんみたいな実況してるわ。懐かしいなーっていう。携帯触んなお前。よし、じゃあ山田さん、すいません、お待たせしました。何事もなかったみたいやね。ほっとしたわ。でももう用事はええの？これから本番まで練習漬けやで。何か用事があるなら今がラストチャンスや。どうする？練習始める？あー、まあでもこれはるか最後ってことかな。まあでもいいか。うん、悔いないもんね、はるか操作では。本当にもういいのかな？うん、練習再開しましょう。はい、大丈夫です。練習お願いします。よっしゃ、ほな始めようか。渡瀬かな。これかっちゃんか。ああ、かっちゃんだな。いやーまあね、渡瀬の兄貴守ったわけだから、渡瀬としてはちょっと、キリュウさん大丈夫かしら。かなり苦しそうだけど。そっか、お腹打たれてもんね、キリュウさんは。俺は腕やったが、こいつは脇腹に一発黒取る。ここまでたどり着けたんが不思議なくらい。ああ、かっちゃんは渡瀬が運んでくれたのかな。じゃあそうした因は山々やけどな。今病院に近づいたら警察に捕まる可能性が高い。
そうなれば理由がどうあれ、2、3日は身動きが取られへんようになってまう。そうだね。それだけは避けな。まあ、どんな理由だろうと撃たれてるからね。ママには迷惑かけてしまうがな。それは全然いいんだけど。なんかこういうキルさ、前にも見たことあるな。どうだ、怪我の具合は。クマじゃん、もう。クマ倒した人と。そうか。クマじゃん。それで大吾の方はどんな具合や。そっちも悪い。心臓を無理やり動かしてるって状況だ。わあ、だいぶ。今日明が峠ってとこだろ。だいぶ症状悪いな。しかし驚いたぜ。俺が追いかけてた殺人事件の容疑者と堂島大吾が一緒に東都大医学部に運び込まれたって聞いたとき、てっきり東上会と近江連合の抗争が原因で殺し合いでもしたのかと思ってたが、まさか事件の裏にお前らまで控えていた。まあ今回伊達さんはあんまり関わってないもんね。俺らをかくまうようなことして大丈夫なんか。大丈夫なわけねえだろ。バレりゃまた免職もんだな。でもまあいいんだ。俺の刑事人生は17年前の桐生の逮捕から始まったみたいなもんだ。途中退職も桐生、そして復職も桐生。わあ、このまあ言い換えりゃ BGM 好きなんだよな。俺こいつがいなかったら刑事なんて仕事やってんねんだからよ。立場は違えど相棒みたいなもんちゅうことか。まあズブズブだけどね。立ちでもなければ同僚でもない。でも必ずどっかで繋がっちまう。ズブズブだけどね、極道と。まあ、そういう因縁ってやつで結ばれてんだろうな。因縁か。この店もそうさ。17年前も桐生はこの店を出てから事件に巻き込まれ、親友のため罪をかぶった。ああ、そうだね。そしてその10年後、桐生はまたこの店へと戻り、東上界の消えた100億事件に巻き込まれていった。ああ。それから7年間、常に桐生は裏社会のキーマンとして戦う運命にあった。だがいつもその戦いの始まりと、新たな人間との出会いの場所はこのセレナだ。まあ、キルさんが勝手に使ってから、ね、ここは桐生一馬という男にとって人生の交差点みてえな場所なのかもしれねえな。いやー、なんかいいな今の。その通りですよ、伊達さん。わ、秋山。秋山混じってきたね、とうとう。この店は桐生さん、それにその信念に共鳴する人間の交差点。ああ、やっぱりみんなここに集まってくるんですね。お前、お久しぶりですね、西島さん。どうしてお前がここに。そっか、西島とも面識あるもんね。皆さんに近江連合と東上会の今起こってることについていろいろと話さなきゃならない、聞いておかなきゃならないことがあると思いましたね。秋山、まさかお前も一枚噛んどるんか。もうガンガンに噛んでます。ええ、まあガンガンに。福岡で始まり、札幌、大阪、そして名古屋と続いた東上会をめぐるこの一連の事件、それは全てつながっています。七代目近江連合現会長黒沢翼、彼の計画に気づいた三人の男の手によってね。三人の男。三人の男？かっちゃんと堂島大吾さん。ああ、大吾だね。それに大阪工業会長の勝谷直樹。あともう一人は。そしてもう一人はあの真島五郎さんです。はあ、そうか。これを真島さんと勝谷、それにパク・ミレイという女性が命がけで計画した愛する人間を守るための証拠です。皆さん、少しお時間をもらえませんか。いや、秋山の事件解決編が始まるよこれ。桐生さん、桐生さん、ちょっと